鹿児島県と宮崎県にまたがる霧島山の新萌岳でけさ新たな噴火があり気象庁は噴石の警戒範囲をこれまでの3キロから4キロに拡大しました気象庁によりますと新萌岳ではきょう午前2時前と午前4時半ごろ噴火がありそれぞれ大きな噴石が火口から1.8キロまで飛びました噴煙も今回の一連の噴火の中では 一番高い4500メートルまで上がり火山性地震は1日あたり200回を超えています気象庁はこれを受け噴石が飛ぶ警戒範囲をこれまでの3キロから4キロに拡大しました噴火警戒レベルは乳山を規制する3のまま変わりません今後は爆発的な噴火による空気の振動によって窓ガラスが割れる恐れや風霜では火山灰だけでなく 風に流された小さな噴石が落ちてくる可能性があり気象庁が注意を呼びかけています。